今日は2017年1月19日、今午後のですね、3時57分ですね。で今日は朝日新聞を一応持ってきたんですけども、3面に東芝の原発事業での失敗の損失の話がありましたけども、直接それとは関係がないとも言えないんですが、原発に対して武力攻撃があったらどうするんだという話をずっとやってきたわけです。で今朝のテレビ朝日の番組で、はい、あ、なんかこのとこ印あるね、これどかそうか、今朝のテレビ朝日の番組でミサイル防衛がどれぐらい有効なのかという話がありましたけども、まあイージス艦や地対空ミサイルなどを使ってですね、北朝鮮なんかがミサイルを撃った時にそれがどれぐらい落とせるかで、専門家が喋ってましたけど、なんと3割しか落とせないというんですね。2割か3割、7割から8割は落とそうとしても落とせない。なぜなら相手が飽和攻撃といって、たくさん弾を撃つんですな。ミサイルをボンボンたくさん飛ばして、こっちが落とせる以上のものをどんどん撃ってきたら、それはもう落とせないんだと。これちょっとひどい話で、もう一昨年になりますか、山本太郎議員が国会で原発に武力ミサイル攻撃されたらどうするんだということを政府に質問したら、政府はそういう問題は想定してないというふうに言ってましたけど、恐ろしい話ですわね。まあ日本には40基の原子力発電所があって、その中には使用済み燃料、使用中の燃料いっぱいあるわけですよ。1基の原発の中にある放射能の量というのは原爆1000倍から1万倍と言われてますよね。それがもしどっかの国がミサイルを撃ち込んでばらまかれたら、日本中人間が住めないどころか世界中の人間が放射能で死んでしまう可能性があるわけですよ。ところがそういうことがずっと問題になっていない。まあおかしな話だと言わざるを得ないですね。私はもっと落とせるのかと思う。2割か3割のミサイルがイージス艦の撃墜を免れて届くのかと思ったら、逆で7割から8割のミサイルは到達してしまうとですね、こんな恐ろしい状況の中で原発が稼働しているというのがもう信じられないんですけども、それがまあ現実だということです。まあ、我々はそれを認識した上でちゃんと反対していかなきゃいけないと思いますよね。
3弦がちょっと上がってて失敗ですけども、今日はぐるぐるっといきます。視力が。